予想はしていたが、やはり私のクローンも存在していたか。しかし期待外れのいいとこだ。この私のクローンなのだから、冗談を言う程度の知能は欲しいところだが、見た目は似ていても全くもってつまらない人間だ。だがそれも仕方があるまい。私という最高傑作を生み出した後では、何を作ろうと粗悪品になってしまう。この粗悪品はせめて本物の私の手で葬ってやろう。かかってこい。塵一つ残さず消し去ってやる。
無駄だ。無駄だ。
great fight! ここまでだ。
脅してやる。死になさい。今度は死ぬか。俺もしもろとも貴様らをゴミにしよう。頭に響くこの声はピッコロか？ああ、間違いない。悟空にも聞こえたか。ピッコロ、一体何の話です？俺たちの仲間のナメック星人だよ。今クローンが近くに迫ってきてるらしい。そういうわけだから助けに行くぞ。待ちなさい。なぜ使えない雑魚を助ける必要があるのです？使えねえっちゅうことはねえぞ。強いし、トーラたちと戦ってくれる。強いね。あのプルカがそれほどパワーアップしたとも思えんが。ほんとほんと、嘘なんかついてねえって。いいでしょう。確かに手駒は大いに越したことはありませんからね。よし、そうと決まれば急ごう。待て、それ以上はさせないぞ。面倒ですね。さっさと終わらせてしまいましょう。やっ
それにしてもまさかお前たちに助けられるとはな。心を読んでおおよその事情は理解したが、この目で見るまでは信じられなかった。私たちは助けたところで役に立つとも思っていなかったんだがな。だから感謝しろとでも言いたいのか。感謝する気があるのなら私のために戦うことですね。貴様らと手を組むことは気乗りしないが、今はそれどころではないか。まあ、あなた程度が加わったところで戦力に大きな変化もありませんがね。なんだと？仲間同士で争ってどうするんだよ。なあ悟空、何とか言ってやってくれよ。気に食わねえんなら一度とことん戦った方がいいんじゃねえか。その方が話が早いだろう。もういいよ悟空、お前は黙っててくれ。とにかくピッコロ、今はみんなで協力しような。ふん。まったく疲れるぜ。